はい、ということで、昨日サイバーエージェントの選考に落ちたという、結果を踏まえて朝になったんですけども、いつまでもくよくよしてられないので今日からまた頑張っていこうと思います。ということでですね、今回の動画は、毎日のルーティーンを密着しようと思います。ということでよろしくお願いします。おはようございます。今日一日お願いします。よろしくお願いします。今日のスケジュール感ってどんな感じなんですか？今日はですね、なんかいろいろあってあんまり把握しきってないです。普段スケジュール把握されないんですよ。スケジュール把握、語弊があるんですけど、できない、できてないっていうのが、はい、そうですね。なるほどです。じゃあ今日一日頑張ってください。はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。この後何されるんですか？この後はですね、 YouTube の打ち合わせをさせていただきます。まあ、田舎出身っていうこともあって、なかなかこういうビルとかに何回も来てるけど慣れないもんで、毎回ちょっと緊張するんですよね。この建物に対して毎回緊張してます。はい、頑張ってきます。今から何するんですか？今から全体会議がリモートであるんですけど、それをやります。どうでした会議は？会議はいつも通り、まあ、毎週だからそんなに緊張とかはしないんですけど、楽しい雰囲気で覚えました。ありがとうございます。次何やられるんですか？次は、雑誌の取材があるので、インタビューに受け答えます。はい、緊張します。動画のコンテンツで失敗だったりとか、大学時代で試そうとしていたこととかを晒していると思うんですけど、その理由は、どういうところなんですか？その理由は、失敗を見せたくて見せてるというわけではないんですけど、はい、ダイアリーチャンネルは自分自身の人生のなんか過程をの一部を見せてるっていうイメージなので、それが成功する時もあるし、失敗する時もあるしっていう、全部含めて自分のチャンネルだと思って。あ、取材お疲れ様です。お疲れ様です。いかがでしたか、取材の方は？ズバズバ聞いていただいたのですごく気持ちよかったです。この後の予定っていうのは何ですか？僕の動画の中でなんか、有名人インタビューとか、あとは企業の面接動画とかっていうのはよくあると思うんですけど、そのアポイントメントを今撮ろうとしてます。メールを送るということなんですか？そうですね、今こんな感じで送ってるんですけど、例えば僕の大好きな人生の称賛を書いたショールームって会社の前田裕さんに今送ろうとしてるんですけど、できるだけ短く送るようにしてます。同世代の大学生 YouTuber でいうといっぱいいるじゃないですか。スーツくんとかパーカーくんとか、この人がもし就職するとしたら、どこ行くんだろうなって考えるのが最近の趣味なんですよね。例えばパーカーくんだと、お菓子メーカーとか明治製菓とかになんか似合う気がしますね。すごく。スーツくんは JR 東日本とか鉄道系の会社なら、まあ絶対どこでも入れますよね。なんか入っていきなり執行役員とかできそうじゃないですか。若手 TV とかだったら高田さんはやっぱ公務員が向いてるんじゃないですかね。結構真面目なんで、B山さんはわからないな。お疲れ様です。お疲れ様です。この後って何あるんですか？この後は選考が進んでた企業の最終面接が今からあるんですよ。だから緊張してます。いや、頑張ってください。はい、頑張ります。面接お疲れ様でした。お疲れ様です。手応えどうでした？全然ない。やばい、落ちたと思う。途中からちょっと面接官の目も死んでたので、終わったかもしれないですね。どうもあいです。この後お昼ってどうされるんですか？は、前一緒に住んでたシェアハウスのメンバーの一人の人と打ち合わせを兼ねてランチにしに行きます。美味しそう。以前一緒にシェアハウスで一緒に住んでた菊池さんと、打ち合わせを兼ねてランチをしております。はい、
今はあの SNS の事業をやってて、最近会社を売却したらしいです、はい、だからお金持ちです、めちゃくちゃやりたいことはめっちゃいっぱいあるんですけど、うん、まあ、それが果たして就職じゃなくてもいいかなとも思ってるんですよね。うんうん、まあ、就職しても最初からさ、金額大きい金額動かせないからさ、多分なんか何年もいないと。だからモチベーションがそこまで続くかどうか、なんか朝朝礼したりさ、まあ俺も就職したことないから一番説得力ない。聞く人は違いました。ありがとうございます。最近の悩みとかってあるんですか？最近の悩みは、まあ、YouTube 始めてからずっとかもしれないですけど、世の中的に成功者と言われている人たちと会う機会とか、なんだろう、仕事ができる人たちと会う機会が多くて、その中でその方々と自分を比べた時に、自分は何も持ってないなとか、自分何もできないなって毎回思うのが、まあ、悩みというか、まあ、解決されるか分かんないですけど悩みですね。この後の予定っていうのは、この後はもう一件だけ、打ち合わせというかがあるので、目黒の方に向かいます。ございます。最近困ってることとかってありますか？コロナでオンラインになっちゃったじゃない、はい、足りげない雑談とかなんか社交の場とかに出てって、なんかそこからお仕事に繋がってたような、そういうのがあんまりなくなってきたから、新しい出会いとかなんか新しい なんだろうワクワクみたいなのをどうやって作っていくのかっていうとこからになった。いや、そうですよね。その無駄と思われてたものが実際は無駄じゃなかったというか、新しい出会いとかに繋がってたっていうのは僕もすごい感じてて、うん、これから何されるんですか？僕ら今企業の YouTube チャンネルの企画とか運用もしてるんですけど、それの新しいチャンネルの提案に今から行ってきます。これから何があるんですか？今からですね、2週間に1回ぐらい就活イベントのお手伝いというかをしてまして、まあ運営ですね、就活イベントの運営をしてまして、その打ち合わせがあります。なるほど、頑張ってください。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、そろそろやりますね。お疲れ様です。お疲れ様です。打ち合わせいかがでした？打ち合わせはそうですね、楽しかったです。すごく楽しみですね、次が。この後は何されるんですか？この後はですね、最近コロナ太りかわかんないですけど、4キロぐらい太りまして、ダイエットを始めたんですよね。で、筋トレをしに、ジムに行ってきます。すごい、なんか就活にも落ちるし、取るし、もうダメかもしれないなって思ってます、はい、まさかのジムに通まさかのジムに通って太るという、バルクアップしょ。大学の授業で会計学原理っていう授業があるんですけど、それで簿記を勉強しなきゃいけないんですよ。で、簿記って何かっていうと、会社とかの取引を記載するためのなんか勉強なんですけども、これ全然一切自分の会社をやりながら全く知らなかったんですよね。で、今まで財務諸表の読み方とか決算書の読み方っていうのが一切分からなかったんですけど、大学の授業を通じて分かるようになったのはめっちゃ良かったなっていうふうに思っております。で、なんか今回 そのコロナによって売上がやっぱ会社の売上が3割ぐらい下がっちゃったんですよね。だからなんだろうな、そういう数字とかにもちゃんとシビアになって、なんだろう、いっぱいちゃんと儲けていっぱい人を雇えるように頑張りたいなっていうふうに思っております。僕普段はハイボールかあのクリアアサヒなんですけども、今日は特別にプレミアルモルツを買ってきました。では行きます。いや、いい音。乾杯。うまい、うまい。じゃあいただきます。肉巻き美味しそうじゃないですか。
こんな感じでジャガイモが中に入ってます。時刻は23時42分ですね。昨日選考に落ちた次の日ということで、昨日は落ち込んじゃったんですけど、目まぐるしく今日も一日過ごして、まあ、なんだかんだ充実した楽しい一日だったなっていうふうに思っております。で、実際ですね、周りの友達とか僕の同期とかは、今年新卒1年目の人もいるんですよね。で、なんか周りとか見てるとちょっと焦ったりとか不安になったりするのは、まあ、確かに結構あるんですけども、周りに流されずに自分が本当に行きたい会社とか、自分が本当に望んでる働き方であったりとか、行きたい企業とか、なりたい像みたいなところを見失わずに、前を向いて、まあちょっとずつだけど、進んでいこうと思っておりますということで、明日からもまた頑張ろうと思います。皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。